こんにちは、阿賀井商事の吉田です。今回はアプチャの新製品 NOVAP600C のご紹介したいと思います。まずはその前に、もうすでに、現行発売されている、P300C、 こちらになりますね。ほっってな感じです。こちらが皆さんにご紹介したい今回の新製品 NOVAP600C となります。よっ。このような形で300と600、こちらの600の方が 2x1 になってますが、縦の面積というのは全く一緒ですね。そのまま倍というよりかは、おおよそ倍になったという形になります。では、細かいところをご説明していきましょう。よっ。はい、それでは細かいところを、ご紹介していこうと思いますが、まずサイズ的には、この今そうですね、300と600でこう見比べていただくと、多分これが一番分かりやすいかもしれないですね。で、思ったよりかそんなに大きくないです。他社メーカーさんと比較しても、実際にこちらの、縦掛け横ですねの、サイズは、よくある某メーカーさんの、シリーズ、このクラスですねと比較しても、このパネルサイズというのは多分 NOVA の、600C は多分かなり一番小さい方ですね。なんですけども、スペックは後で表示させますが、実際この 600W ありますので、比較的このグレード、このクラスの中では一番明るいパワーになってます。で、さらに重量の方が約14キロぐらいなんですね。そうすると、まあ、かなり軽い方に部類されますので、そういった意味では多分扱いやすいと思います。で、そこからですね、さらにこれを横にします。この辺かな。で、こちらも横にします。こうやって比較していただくと、この 300C ではヨークがまっすぐストレートだったんですね。で、ここに仮にソフトボックスが来た場合、この下振り角度、ここでどうしてもこの状態が当たってしまいがちだったんですけども、この600の方では、ここが斜めになったことによって、ソフトボックスが入っても、まあ、割と下振りが可能になったことが大きな違いですね。それと操作系では一番大きく変わったところがですね、このバックパネルのところについているこのコントローラーですね。こちら今、このケーブルが300ですと、0.6 と、3メーターのケーブルが、2つ用意されてまして、後ろに装着する場合はこの短い方で、ちょっと遠目で離して使う場合は3メーターの方のケーブルが同梱されていましたが、こちらの600、これ大きな 点で変わったところですね。こちらに、これ寄れますかね、カメラさん。はい、こちらです。こちらに通信機能がつきましたので、今までここにケーブルを連結してたこのケーブルが一応ついてます。600C ではこの3メーターの方の長いケーブルだけは同梱されてますが、これがいらなくて、ここに装着するとこのような形で通信ができるようになりました。これは非常に楽です。こういうところぶつかる心配がありません。まあ、もちろんあの DMX のケーブルのところはそのまま生かされていますので、これはかなり大きな違いですね。非常に。で、遠目からまた、足元とかですね、ちょっと離れたところからやる場合は、同じようにこちらのケーブルをつなげていただければと思います。はい、それではちょっと600と何が違うのかっていうところを見たいと思います。ではお願いします。じゃあこれで、実際こちらの、コントローラーは、今300につながったままです。で、こちらのコントローラーが、600の方のコントローラーになります。このケーブルが実際に背面につける場合はいらなくなるってことですね。
じゃあお願いします。今、ライティングメニューですね、こちらのライティングメニューから、入って表示させてます。カラーテンプチャーの、CCT ですね、 CCT モードっていうのはこれは通常こういうような状態ですけども、順番に行きますね。ちょうど今見えますかね、CCT 同士です。1個右回しします。 HSI、ヒューサチュレーションとかの、部分ですけども、こういった色を背面変えられますが、こちらですね、同じですね。はい、もう一段階回します。FX ですね、エフェクトモードの部分です。もう一段回します。 RGB があって、もう一段回します。 XY の、あって、でソースですね。これに関しては、あの電球とかちょっとあの色が分かりづらい時にプリセットが入ってますんで、そういったモードですね。で次がジェル、その次が CCT ということで、ここまでは300と、セレクトできる部分に関しては全く同じということが分かります。ありがとうございます。はい、それでは、先ほどのメニュー項目に関しては、変わってなかったんですけど、やっぱり300と違ってこの600から、さらに追加されたものがあります。ここの、HSI モードのところでセレクトしていただくと、今、パワーが 25% で、ヒューが1で、サチュレーションが 100% という形になっているんですが、この表示の状態は、300と変わらないです。ただしこの600からですね、サチュレーションを0にすると、この後ろの赤がですね白に、これアプリ使ってる方なんかは非常に分かりやすくて、円グラフの中で真ん中にノードですね持ってくると、白になるんですが、これ今白になってますね。でこの状態からクリックしていただくと、要は CCT ですね、ケルビンがその0の状態から選択できるようにさらに追加されました。1万までいきますね。これは今のところで言うと、この600ノバからの採用になってますので、今後ちょっとこちらの300の方の展開がどうなるかっていうのは、ちょっとまだアプチャーからは報告がありませんので、今のところこの600についた機能となります。その他で大きく変わっているところで言うと、 FX のところですね、エフェクトモードのところをクリックしていただくと、ここで新たに追加されたのが、カラーチェイスというモードで、4つのエンジンを今回600では搭載してますので、画面を4分割で、違った色を配色することが可能となりました。ただここですね、実際に DMX ですねでの制御が、必要条件となりまして、今のところで言うと皆さん、アプチャーで使っていただいているサイダスリンク等ですね、そちらの方でコントロールは今のところできない状態です。で DMX でコントロールするときでもですね、一応今回から8ビットとそれから16ビット、こちらの方をセレクトするような状態で振り分けをするタイプになってますので、詳しくは、保証書にある、振り分けを見ていただければと思います。じゃあちょっとですね、表示させたところを、ご覧いただきましょう。このように、先ほどご案内したような状態で4つのエンジンを、独自の色を持たせて走らせている、状態です。これに関しては、先ほども言ったように、DMX もしくはこのマニュアルで打ち込んだ状態で表示させることは可能ですが、今のところはこの仕様になってますので、ご利用いただければと思います。はい、先ほどから DMX の話をさせていただいてますが、300には今現在ついてなくて、600に搭載された機能としては、600X とかですね、その辺でも搭載されていますワイヤレス DMX、 こちらの方が、名前で言うとルーメンレディオさんとか、CRMX とかいろいろ言われていますが、そちらの方が搭載されてますので、先ほどこちら、通信ケーブルを背面につけるといらないですよって言ったプラス、 DMX のケーブルも有線のケーブルもいらなくなる
という非常にですね、もう AC ケーブルのみという、これは非常に台数をセッティングされる方なんかは本当に便利なことになったと思います。まだ無線にっていう方もいらっしゃいますが、かなり今普通に使われてきてますので、かなり実績がありますから、まあ、そういったものが、アプチャーのサイダスリンクだけではなくて、そういったワイヤレス DMX になることによって、まあ、使い勝手が非常に良くなっているという、そういうところも非常に進化した内容だと思いますね。でさらに DMX、 やっぱり無線ワイヤレスの場合っていうのは信号系ですので、それが急遽有線だろうが無線だろうが途切れた時に、今までの300というのは消えるかそのまま維持するかというセレクト2つできました。これが600の方では4つに増えてます。で消えるかそのままかっていうプラス、この DMX セッティングというところから入っていただくと、4つの項目が選べます。まあ、ブラックアウトとかですね、それからフェードトゥブラック、これは60秒かけてゆっくりと消えていくっていう設定ができます。でさらに、これはまあ前のやつにもついてますけど、そのままでいますか、そのまま表示させたまま、通信が切れちゃってますけどそのまま今セッティングしているものをそのまま表示させますかっていうのは、まあ、300にもついている状態なんですが、そのままついてますけど、2分後に徐々に消えていくという、これ結構イベント系なんかでは、本当にその通信が切れてしまった時にちょっと困るんですけど、その切れ方っていうのがそのまま維持するか、切れ方にも2パターンさらに増えたので、この辺も、そのイベント内容によってはセッティングができるというのも、これ今までに多分ないですね、ちょっと見たことがないので、こういったところも、非常に細かいところに気を使われているなっていうのがこの600にはやっぱりいいですね。どんどん進化してますね。この辺はかなり、設定しておくと安心できると思います。はい、それでは先ほどの DMX セッティングの上に、300ではなかったこのアウトプットモードというのがつきました。これは何かというと、コンスタントアウトプットとマックスアウトプット、これ今までの従来の商品にもついてます。300X とか 600X とか、その一つの素子ではないそれ以上の場合に、ついていたんですが、通常はマックスが選択されてるんですね。これはそのままですね、パワーに応じて、例えば、タングステンからデイライトまでの範囲の中でどちらかに振ってしまう状態だと、やっぱり素子がどっちかこういう状態で、こうですねなってますが、真ん中がやっぱり 混ざるところになりますので、ここが一番明るい状態、そのままの素性で出していたところが、コンスタントアウトプットというところを選んでいただくと、実際には全部のアベレージを維持したままパワー調光ができる。これが、本当に優れていて、こういうムラがあまり出ないという、まあ、全体的には層は下がるんですけど、全体的に均一な状態でこうパワー調光ができるというのが非常にこの機能の素晴らしかったところなんですが、それがなんとこのノバにも搭載されましたというところですね。これはここで選択しておいていただくといいと思います。今気づきました、後ろセットしたときに。じゃあこれマックスにします。これだけでも変わってるんですね。はい、それでは次ですね、ちょっと細かくなっていってしまうんですが、今までになかった機能ということでご説明してますので、もう少しお付き合いください。さらに違うところで言うと、フリークエンシー、周波数ですね、こちらは 600X に、搭載されてましたが、この NOVA600 にも搭載されました。フリークエンシーをクリックすると、ここのヘルツですねが100ヘルツずつ変えられるようになってます。で最大値まで振ると、2000ヘルツまでっていう状態で、例えばこれはちょっとノイズが走ってますよ、フリッカーが出てますよみたいなことの時に、実際照明側でヘルツ帯を変えることができるようになってます。
ただこれで全体が合うかどうかっていうのはカメラとのマッチングにもよりますので、まあ、その辺は試しながらちょっと見てみていただければと思います。はい、それでは次ですね、ワイヤレス DMX、 これが先ほど言ってた、まあ、ルーメンレディオとか、まあ、そういったものですけども、実際にもう受信部のチップが搭載されましたんで、まあ、もちろんサイダスリンクを使っていただいている方はそのまま Bluetooth オンにで、使っていただければいいんですけど、まあ、ルーメンレディオとか使う場合はここをクリックしていただいて、まあ、ペアリングですね、こちらの方をしていただくだけでそちらの方に入っていきますので、まあ、例えば、アプチャーだけではなくいろんなメーカーさんを混ぜたい、ような方には、こちらが搭載されたというのは非常に、便利な機能だと思います。はい、ということで、今までとの機能の違い、要はプラスアルファされたところをご案内してきました。でこちらの NOVA600P600C はですね、マルチカラーの、さらに 2x1 のタイプっていうことだけではなくて、まあ、今現場で使われている方々の本当に最先端ですね。でさらには、最近多いんですけども、やっぱりその天井から吊るときにやっぱりこのタイプを300をですね、まあ、いくつもっていうのはなかなか非常に難しいと思いますので、まあ、この辺これ照射角120度ありますので、まあ、非常に広範囲に当てられるっていうのもありますし、そんなにこうここまで多頭しなくてもっていうところもできます。で、池袋のですね、弊社のショールームでは一応置いてはいますが、本当に非常に人気の商品でかなり皆さんからのご要望をいただいてますので、パッと来てパッと見れるっていう時はかなり少ないので、本当にお電話を1本いただければ、多分間違いなく見れる時を設定できるんじゃないかと思いますので、その辺はご相談ください。でこれは内面上の今コントロールのご説明をしてたんですが、もう一個ですね、皆さんからのリクエスト非常に多かったですね。でここをご紹介します。こちらではこの全面アクリルですね、この全面アクリルを外したい、もうちょっとこうパワー芯の強い光が欲しいって言われた時に、これ外していいですかって言われるんですけど、外せません。で外しちゃうとかなりこれつけるの大変なんですね。なのでこちらはできないっていうパターンだったんですが、他社さんでもあるようにちょっと要望が多かったので、こちらの 600C からはですね、ここの4点、こういう爪があります。ちょっとマイナスドライバーみたいなもので、あとは手でもできますが、ちょっとこれ細かいパーツなので取ってしまうと多分なくしますよね。なのでここは、こういうふうにワッシャーみたいのがついてますので、ここにちょっとなんか紐を通して、もしくは袋に入れてちゃんとなくならないように管理してください。ここちょっとまだ新商品なのでパーツ多分供給まだされてませんので、お時間かかっちゃうと思います。なので皆さんベタベタにこうパーマーセルとかつけちゃう可能性もありますので、この辺なくさないようにお願いします。ここが一応こうネジをですね、ちょっと手伝ってもらっていいですか。はい、ということで早回ししてくれたかな。はい、でここをネジを外し終わったらこのフレームを取れます。このように取れます。はい、お願いします。ここもねちゃんとしっかり作ってあるんですね。でここにアクリルが入ってますが、これよくあるのが、裏を持って逆になる方たまにいますんで、ここの表面が、最初の向きとしてですね、前面側がちょっとザラザラしたちょっとマットな感じなんですけど、このアクリルを取ると裏面はちょっとテカテカしてますが、内側ですね、これ装着するときに間違いないようにお願いしますね。こうテカテカちょっと反射しますよね、こうやって、はい、でこっちの表面の方がマットになってます。はい、このように取り外しができるようになってます。これうっかり落として割らないようにお願いしますね。ということでこのような状態で、全面アクリルが外せるようになりました。これは非常にちょっとプロの現場では多かったですね。外せませんかっていう、
外しちゃダメですかっていう声多かったんですけど、皆さんのリクエストに応えてアプチャー側がですね、外してくれるようにしましたので、なので容易に例えば修理が起こった時にメンテナンスもしやすくなりましたし、ちょっとこの辺ちょっともうちょっと気持ち強ければなっていう時には、もちろん全面アクリルを外すことによって強くなります。ただそのまま素子の組成がそのまま出ますので、かなり眩しいですから、それだけ気をつけてください。はい、ということでここの、前面が取り外しができますよという、これ必ず戻してくださいね。ご自身 のものでやるのはいいんですけど、レンタルの場合はなくしちゃうとね大変ですから。でそれともう1点ですね、今回先ほど、冒頭でご案内したように、重量が比較的このクラスでは軽いです。14キロというのは、約14キロというのは非常に軽いです。要はAC ケーブルだけもうつなげればいいという状態になってますが、ダブルハンドになりました。先ほどからちょっと気づいている方がいらっしゃったかもしれないですけど、この長さなのでちょっとピントが追いつかないな、長さなので、片面だけではやっぱりここのブレーキって重要なんですね。なのでこれが両サイドにハンドルがつくことによって、ボックスとかいろんな付属がですね、前かがみになる重さを、かなりバランス的に抑えてしっかりと止めることができるっていう状態なので、片側だけ、ちょっとした操作だったら片側だけ緩めといて、それでコントロールしていただくっていうのはいいんですけども、しっかりとこう釣ってる場合とかですね、何かをつけた場合っていうのはダブルハンドルで、ブレーキをかけるという形になって固定するようになってます。そことまたさらにプラスアルファなんですけど、かなりヨークしっかりしたものがついています。で、今までの300とか600 LS600 とかですねは28ダボに対してイン側にダボ、別ダボですね、外ダボが付けられる仕様になってたんですけども、今回のこのノバ 600C に関してはもう完全にオスダボの 28mm になってます。ちょっといいですか、これ今一回持ち上げます。はい、でこちらですね、はい、そのまま頑張ってね、はい、こちらです。完全にここに今までは、メス穴が開いていったんですね。でこちらがここですね、28、海外仕様というのは全部だいたいここが28で、この内側は25なんですけど、だいたいここが28だと28受けのスタンドでないと受けられない状態です。天井から吊る場合もそうですね。でここが完全にその穴が塞がれた状態でしっかりとしたダボになっていますので、一応今後ご希望によってはちょっと考えますが、メーカーさんからのデフォルト、メーカーからのデフォルトではうちの方でもこのまま出荷してますけども、完全にここが28になってますので、それに対応したコンボスタンドとかですね、あとは天井から吊るもの注意してください。弊社で取り扱っているアプチャー以外のブランドで、クポグリップというのが、代理店になってますが、こちらのコンボスタンド、もともと28でなってますので、28が入るように設計になってます。さらに、クランプ類、バトンに釣りますよとかそういう方に関しては TB クランプ、こちらに関しても取り扱いを行っておりますので、詳しくはこちらの営業窓口の方にお問い合わせをいただいて、確認していただければと思います。これ届いて使えませんよっていう場合がちょっと困ってしまうと思いますので、はい、その辺に関しては、気軽に、お問い合わせいただければと思います。質問ある方いますか？それもこちらの方に質問等があれば出してください。よろしくお願いいたします。はい、それではこちら、ノバ P600C のご紹介とさせていただきます。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。